大家好。大家好、しみみみみです。新型コロナウイルスの影響で、まあ、上海は武漢からは離れてはいるんですけれども、まあ、緊張感の漂った異様な雰囲気の春節となりました。春節の期間も延びてですね、学校の開始日も延期とはなっているんですけれども、私はここで皆さんと中国語を勉強していきたいと思います。はい、今日はテレビで中国語のちょい足しレッスンです。39課40課の中で取り上げていた入れる置くといった意味のファンを使ったちょい足し表現をしていきたいと思います。まあ例年にはない春節ではあったんですけれども、それでもうちではたくさんの料理を作りました。というか私の母がたくさんの料理を作りました。はい、そんな時に我们在春节的时候做了很多菜所以在桌子上都放不下了。私たちは春節の時にたくさんの料理を作ったのでテーブルに乗り切りませんでした。乗り切らない、入り切らないといった時にこのファンを使って表現することができます。はい、39課の中でファン部ファンタンという表現が出てきたので、ここでファンにまつわる日常生活でよく使うフレーズをご紹介したいと思います。日本ではタピオカミルクティー、ジェンジュナイ茶がとても流行っていると思うんですけれども、中国上海でも大人気です。中でもグリーンの看板のイーディエンディエンとか、オレンジの看板のココなどが有名なんですけれども、私もですね、先ほどイーディエンディエンでミルクティーナイ茶を購入してきました。お店の方がですね、ヤオファンタンマとかヤオジーフェンタン、ここでのタンはお砂糖というよりもシロップの意味になるんですけれども、そういうふうに聞いてきます。で、中国上海ではですね、こうしたイディンデンとかココなどは氷の量とか、あと甘さなのか小刻みにカスタマイズができるんですけれども、で私が先ほど購入したこのイディンデンなんですけれども、メニュー上には甘さの指定はですね0、3、5、7、9、10と書いてあるんですけど、実はもっと小刻みに0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10と指定することができるんです。なので全くお砂糖を入れたくないという方は教科書で習ったブーファンタンとかブーヨンファン、もしくはオーヤオウータンなどの言い方ができるんですけれども、例えば10段階の中で3がいいなという方はオーヤオファン、サンフェンタン、8がいいなという方はオーヤオファン、バーフェンタンというふうに、何々フェンタンの中に自分の好きな数字を入れていけば相手に甘さを伝えることができます。はい、先ほどこれ頼んだ時にですね、マックス10のところにジェンチャンタン、正常糖というふうに書いてあったので、最初シフェンタンで頼んだんですけれども、そしたらお店の方が10だと結構甘いよ、普通だったら5か7でいいと思いますよということだったので、私はウフェンタン、バンタンを頼みました。それでもですね、結構甘いです。午後の紅茶シリーズのミルクティーと同じぐらいの甘さだと思います。なので甘さ控えめの飲み物がいいなという方は5以下でいいかと思います。はい、この他にですね、ファミリーマート、中国のファミリーマートでも日本と同じようにカウンターコーヒーがあります。日本よりもちょっと高いかもしれないんですけれども、私は1杯10元イベシクワイチェンのアメリカンコーヒー、メイシーカフェをよく頼むんですけれども、その際にですね、店員さんが私にこんなことを聞いてきます。要加浓吗？はい、日本ではセルフかと思うんですけれども、中国では基本的に店員さんが全部作ってくれるので、お要加浓というと、もっと濃いアメリカンコーヒーを無料で免費で作ってくれます。はい、ここでは濃さを加えるということでファンではなくてジャジャ、この単語を使います。はい、今日はファンのちょい足し表現を行ってきたんですけれども、39課の中でファンシャ、バオフなどのようにファンを使った慣用表現をいくつか取り上げています。ここでファンにまつわる面白い慣用表現を紹介したいと思います。ファン、グーズ、直訳すると鳩を放つという意味なんですけれども、これ意味は約束をすっぽかすという意味になります。で、どうしてこういう意味になったのかというのは諸説あるんですけれども、その中の一つで
まあ、ある人がその昔伝書鳩を使って手紙を渡すねと言ったにもかかわらず、手紙をつけないでそのまま鳩だけ送ってしまった。なのでファン・ゴーズは約束をすっぽかすになったと言われているんですけれども、このファンはですね、電子辞書で調べてみるとそれに続く単語とか俗語というのがたくさん出てきます。全然覚えなくてもいいと思うんですけれども、それを見てるだけでも、ああこんなにたくさん意味があるのかと本当に面白いと思うので、ぜひ時間のある際にファンで検索してみてください。はい、そして次回はですね、同じく39巻40巻の中で取り上げていたバー、はい、この構文を細かく勉強していきたいと思います。はい、というわけで今日の動画はここまでです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。シェシェダジャー、再见、バイバーイ。